バイエルン放送交響楽団を率いて、ウィーンラクユ協会に登壇するヤンソンス、マリス・イバルス・ゲオルグス・ヤンソンスは、ラトビアの指揮者。マリスは、後に、エフゲニー・ムラビンスキーと共に、レニングラード・フィルハーモニー交響楽団の指揮者を、務めたアルビド・ヤンソンスを父として、リーガで生まれた。母・イライダー・ヤンソンスは、ユダヤ系の歌手で、マリスを生んだ当時は、父親と兄弟を、 リガゲットで殺害され、リガに潜伏中だった。レニングラード音楽院で、ピアノバイオリン、指揮を学んだ後、ウィーン国立音楽アカデミーに留学。留学先では、スワルフスキーやエスターライヒャー、そしてザルツブルクでカラヤンの訓当を受ける。1971年、カラヤン国際指揮者コンクールで2位の成績に輝き、同じ年には、レニングラードフィルを指揮して、 プロデビューを果たす。1973年からレニングラードフィルの副指揮者を務め、ムラビンスキーの助手として多くのものを吸収したと後に、ヤンソンスは10回している。1977年には、ムラビンスキーと共に、レニングラードフィル日本公演に帯同して初来日。1986年の同団日本公演に、際しては、 当初大道が予定されていたものの来日がキャンセルされたムラビンスキーの代理として公演を指揮するという活躍ぶりを日本の聴衆に披露した。ヤンソンスはムラビンスキーの死後もしばらくの間はレニングラードフィルとの密接な関係を保ちムラビンスキーから同段を継承したユーリテミルカーノフと共に1989年、1992年、 および1994年に来日している。レニングラードフィルの指揮者を務める一方、1979年からオスロフィルハーモニー還元楽団の首席指揮者に就任。彼は2000年までこのポストに留まり、国際的な知名度という意味では、いまいち歩みだったオスロフィルのレベルアップに尽力した。1992年には、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者、 1997年から2004年まで、ピッツバーグ公共楽団の主席指揮者も、兼任、1990年代を迎えると、世界の一流オーケストラへの客演も本格化する。2001年には、ウィーン・ラク・ユー協会の名誉会員に推挙。その2年後には、バイエルン放送公共楽団の主席指揮者に、就任、さらに2004年からは、 ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団の常任も務めるようになり、ヤンソンスは2つのヨーロッパ有数の名門オーケストラの常任を兼任することになる。コンセルトヘボーの常任就任早々、同団を帯同して来日公演を行い、ヤンソンスとコンセルトヘボーのコンビは日本の聴衆にも好評を持って迎えられた。 電車バイエルン放送協とは2005年2009年と2014年2016年の秋に来日2006年2012年と2016年の元日にはウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートの式を務めたベートーベンやリハルト・シュトラウス、マーラー、ショスタ・コービチなど独王系、ロシア系を中心に広いレパートリーを得意とし、特に ショスタコービチの公共局は全局録音を完成させている。2019年11月30日、サンクトペテルブルクの自宅にて正居。76歳を打つ。死因は心不全であった。ありがとうございます。